埼玉市長は、埼玉市の市長たる特別職の地方公務員。現在の市長は、清水隼人。埼玉市は、第二次世界大戦後の完全普通選挙時代の到来以降に成立した地方公共団体である。従って、埼玉市長は、公選によって選出されているため、感染によって選出された市長は存在しない。市長の台数の数え方は何種類もあるが、 本節では A、B を添える形で書き分けながら解説する。表示欄では、第 A、第 B という名で2種類を記載した。A は就任のあるたびにカウントする方式に基づく、大数であり、B は同一人物による連続就任をカウントしない方式に基づく大数で、ある。埼玉市は A の方式を取っているが、B の方式を取る、自治体も多く、 A と B の違いを認識しないまま単純に比較すると誤解が生まれる。なお、帰り先があろうとも同一人物を1カウントとする方式もあるが、現在のところ、埼玉市は該当していない。当日有権者数、1077,091人、最終投票率 28.、28.7%。ありがとうございます。